穴部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では116番目に置かれる。穴字はホラー穴を意味する。人が入ることのできる空間があり、ホラー穴に野宿することを結挙といった。引き伸ばしてホラー穴を利用した住居、動物の巣穴、墓穴、物に開けられた穴などを意味する。また同詞として穴をうがつことをも意味した。 節問開示は、土質であり、家を表す、ウかんムリとし婦の、鉢で構成される、形成文字とするが、甲骨文を見ると、全部で、ホラー穴や、土質の象形とも考えられる。変貌のイフとしては、ホラー穴や空間に関することを示す。アナベは、このようなイフを、構成要素とする漢字を収める。ウかんムリ同様、印刷書体における、 アナ地の一画目には地域による差異がある。後期時点は一画目を短い縦棒とし、日本、韓国はこれに従う。一方、中国の新時系、台湾の国時標準自体、香港の常用技時計表はこれを転格としている。冠の位置にある時の、鉢部分は、後期時点、日本、韓国では、右の払いを釣り張り、すなわち、人形に変化させる。台湾、 香港の標準自体は釣り針がない。一方、中国の新字型ではこれを、歯のように長い点角に変化させる。穴、ありがとうございます。